どうも、キュウスケ今です。おい、ここ来た。もう一回、送迎頼むのというわけでですね、今回まずラビリ、都市伝説シリーズでございます。というわけでですね、令和のミスター都市伝説、ミスター関を呼んでおります。うわー、ふぅー、こんばんは。ミスター関。42。離れろよ今回の都市伝説は、SF 映画や小説では馴染みのある人造人間、ホムンクルス。それは古代より研究され、神の領域に足を踏み入れてしまったので、というわけでですね、今回そのホムンクルスについて見ていきたいと思います。人型ロボットや人間を模した機械や人工生命体を人造人間またはホムンクルスというのよ。その製法はルネサンス期の錬金術師パラケルススの書物によれば、蒸留器に人間の精液を入れて40日密閉し腐敗させると透明で人の形をした物質ではないものが現れるのよ。禁止用語だな。それに毎日人間の血液を与え、馬の体内と同等の温度で保温し40週間保存すると人間の子供ができるとされてるんだよ。今ね、無事さんのね、心霊ではないからただし体格は人間と比較するとずっと小さいというのよ。そしてホムンクルスは生まれながらにしてあらゆる知識を身につけており、また一説によるとフラスコ内でしか生存できないとも言われてるのね。パラケルススはホムンクルスの生成に成功したとされていたけれども、彼の死後再び成功したものは現れなかったというのよ。そしてアメリカカリフォルニア大学、ロサンゼルス校やスタンフォード大学などのグループは iPS 細胞を栄養たっぷりの溶液に浸して人の脳のオルガノイド、ミニ脳を作成し20ヶ月の培養を行い、その成長の過程を見守っていたのよ。ミニ脳入ってるのスカスカじゃねえかそして定期的に細胞の RNA を解析してタンパク質を作る遺伝子がどのくらい発現しているのかを確かめ、これを普通の人間の脳の発達と比較してみたのよ。すると作成から250日から300日でオルガノイドの遺伝子発現に変化が起こり、生まれた直後の乳児の脳細胞にますます似ていくことが分かったというのよ。うわぁ、ね、ホムンクルス出てきちゃったってことでしょ。そういうことですね。うわぁ、ね、もうオカルトじゃないからね。そうですね。ポーン、ミニ脳だろうかまた DNA メチル化のパターンも成熟した人間の脳細胞にますます似てきたのよ。 DNA メチル化とは DNA に含まれる塩基にメチル基が付加されると化学反応で遺伝子発現や細胞サイクルの制御など様々なプロセスに関係しているとされてるのね。胎児が出産間近になると脳細胞で作り出されるタンパク質変異体が変化し、学習や記憶を司るタンパク質である脳細胞受容体 NMDA が増加するけれども、ミニ脳にも同じような変化が確認されたのよ。メチル化、セチル化、なんだっけな、思い出そうとさこれはミニ脳が人間の赤ちゃんと同じように出産後に備えて神経伝達回路を準備していることを意味するのよ。このように本物の胎児の脳と同じような発言をたどるものをオルガノイドって呼ぶけれども、全く同じというわけではないのね。例えばその電気活動は成熟した脳と違うし、血管や免疫細胞、感覚の入力といった重要な要素が欠けているのよ。それでも完全に不自然な状態で培養されても普通に成長してくれる細胞には驚かされたのね。つまりちょっとアホってことでしょ。バカ脳じゃねえそして今回研究グループは自閉症や統合失調症、転換、アルツハイマーなどの脳の病気に関連した遺伝子発現も調査しており、その結果歩調を合わせるように活動が上位し、同時にピークを迎える遺伝子グループが特定されたので、こうした病の解明をするためにモデルとしてどの成長段階にあるオルガノイドがふさわしいのか今後研究グループは見極めようとしていくことになったのよ。この研究結果によって今までは難病とされていた脳に関する病気らに対し明るい話が出てきたのね。俺脳膜炎、早く行けよそしてこの研究をもとに今後人間の脳を作り出した人造人間を作り出すことが可能になっていくことが考えられるのね。裏の支配者たちが考える完璧な人類のみが生き残る世界、一部の支配層とそれを取り囲むホムンクルスだけが幸福に暮らす世界が出来上がっていくのだろうか。人類生物はもうほぼ終わってるのね。もうこういう人たちは永遠に生きるから永遠にお金が必要になるからね。デイビッド・ロックエラー心臓6個、セキサー心臓1000個、最強のマリオか